そして本日のアシスタント MC リモート出演で初登場、この方です。どうぞ。はい、イイ、はい、私が耳に手当てたら初かって言ってください。お願いします。ということで1日10日私はアッカー、アッカー、ありがとうございます。 AKB48 チーム A とチーム4県人の初こと、ただ初か19歳です。よろしくお願いします。よろしくです。お願いします。さあ昨日でしたっけ、あのショールーム個人配信お邪魔しましたね、はい、いやそうです、ありがとうございます。なかなかのしゃべりっぷりというか、なんかすごいですね、なんか面白いっていうか、ああいう感じなんですね。いやいやいや、ショールームだですね、はい、よろしくお願いしますよ。まあ緊張感するタイプじゃないとは思うんですけどもね。あ、のんちゃん。お、はい、こんばんは。のんちゃんですね。もうのんちゃんも最新 MV も見ましたけど、今日紹介しますけど、この後もう水着もまた愛くるしい、素敵ですね、はいはい、ちょっとね頑張って出しちゃいました。 いいんです、皆さんめちゃめちゃ目の保養にいいですよ。皆さんこの後絶対見ないとダメですよ、のんちゃんの MV 水着トークね。えどうぞ。バーン、はい、先ほどもあったんですけど TikTok の企画。お、これはどういった、まあ若干ちょっとずれ、あの始めたのは21日なんで若干ちょっとずれたんですけど、うん、あのさっきもあのお話しさせていただいた感じで、あの今 AKB48 の新曲の「ネモハムルーモア」っていう楽曲が発売される日まで踊ったら痩せるのか、あのダンスが上達するのかっていう企画をちょっと始めて、はい、今1週間ちょい経っちゃうんですけど、その1週間こうやってみて、はいはい、もう体重がすごい減ったとかはないんですけど、徐々になんか体脂肪が減ってったりとか、あと腹筋が。最近私腹筋若干割れやすい体質であるんですけど、いい、ね、こう1週間ちょっと筋トレも基礎練習、うん、ネモハムルーマーやる前にやる基礎練習も一緒にやってたんですけど、そしたら腹筋も縦線が若干入り始めたりとかして、ぜひ TikTok あの見て、はいいねやコメントお待ちしてます。これもチェックしましたよ、これあの、ね、チェックしました。あのなんか最近ね、僕ら姿見にハマっててね、姿見ね、なんか服脱いだ状態で見るとね、やっぱりへっこみますよ。客観的に自分を見るの大事みたいね、鏡でね。じゃあ続いていきましょう。まあその話にならなかったけど、続いて2つ目、はい、せーのフリップオープン、どうぞ。じゃーん、もりもりハンバーグもりもりハンバーグと言いますと、これは手作りですか。いや、あのなんていうんですかね、その1週間のニュースで、はい、3食連続ハンバーグを食べた時があって、あの手作りもあるんですし、買ったハンバーグもあるんですけど、あの意図せずハンバーグを3回連続で食べてしまって、その先ほどのその痩せる企画をしているにもかかわらず、白米と一緒にハンバーグを食べたら若干あの体重が増えました。その時美味しいジューシーでやっぱり負けるよね。もうそれに卵とか合わさっちゃったらもうやばいでしょ、鉄板でね。ねえ、いいね、若いから動くから。美味しかったです。結構代謝いいし、多分ね、あのね、運動するから大丈夫なんですよ、うん、はい、そうです、ね。はい、わかりました。続いていきましょう。まあ、で、うん、じゃあ3つ目ラストですね。はい、せーの、いいですか？はい、フリップ。じゃあ、オープン、はい。どうぞ。じゃん。2回目なのにということで。2回目なのに。はい、多分、これはね、先ほど。ということでですね、うん、このバズり、宇多田ハツカのバズりましょうっていう企画を、はい、ショールームさんで、あの毎週日曜日に始めますって言って、うん、ファンの方も、まあ、楽しみながら毎週ちゃんと続けられるように頑張ろうねみたいな、ね、言っていただいた途端に2回目の配信の日の朝起きたら、うん、目が本当にパンパンに腫れてて、うん、でもそうなんですよね。それで早速2回目を、うん、まあ、お休みさせて、まあ、延期にさせていただくことになっちゃって、まあ、なんかショック。眼帯してやろうとは思わなかったの？あの私視力がめちゃめちゃ悪くて、あのコンタクトレンズつけれないと本当にショールームのコメントすら読めないくらい悪いので、あ、配信できないなと思って、そうですね、今回はお大事にしてくださいね。はい、どうぞ。今回見ました。じゃあ次回9月5日楽しみということでね、楽しみということで、ぜひ見てください。よろしくお願いしますね。はい、ということで以上になります。終了です。さあ、ここまでね、ここまで初の先週の出来事を振り返ることができて、まあ、簡単でしたけども、超面白かったよ、はい、聞けてよかったよ、最高だったよという方は、ショールームツイッターライブは数字の8の連打、会場拍手します。会場、いや、元で、ごめんなさい、8の連打よ、ショールームツイッターライブ、そしてね、YouTube ライブでお届けしますからね、スーパーチャットよろしく。うん、以上、アシスタント企画、宇多田ハツカの先週の1週間ニュースでした。なんか、リクエストしてくださってる。そうそう、来てますね、いっぱいね。
ということでございまして、なつきさん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、なるほど、すごい涙の帳面、帳面、表面張力歌ってほしい。おお、嬉しい。知ってらっしゃる。あ、歌ってほしい。あ、リクエスト来てるのね、はい、そうなんです。この曲大好きなんです。ちょっとできますか、それ軽くなんかサビ部分だけでもっていけます。歌い出しの部分が聞きたいですね。あ、聞きたいって。もうゲストなのに、まあ、早めに出てきちゃってしょうがないですよ。我慢しきなくなっちゃったありがとうございます。大丈夫、お願いしちゃって。そんな上手くないですよ。いや、軽くでいいじゃん、軽くで、軽くでもエコー入れますから、ちょっとリバーブ入れて、ちょっと軽く、ちょっと初のタイミングで。待って、そんな上手くないんですか。いい、上手い下手じゃない、気持ちがこもってるから。そうですよね、気持ち。ハートハートハート、こういう。もう始めるんですよね。うますぎてびっくりした。やばいやばい。じゃあ、もう始めますよね。うん、はい。やっちゃって。助かった。いただきます。どうぞ。はい。心の準備が。で。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダメが復活する。あー、ダメだ、もう無理です。はい、今日もノンストップで皆さんに無限大のパワーを送ります。ノンタンことなつきのんです。朝倉シンデレラのなつきのんです。よろしくお願いします。はい、ノンタンです。お待ちしておりましたね。さあ、このままちょくちょくで前後のものに出てくる、はい、せーの、どうぞ。フリップオープン。ボストンテリアです。これはどんな動物か、ワンちゃんか見てみたいですね。ワンちゃんか猫ちゃんか知れませんが、はい、じゃあいいですか。ワンちゃんです。はい、おいでおいで、見せてください。おいで、あ、来た、おいで、行く行く行く。ワンちゃんじゃなくて僕、オクラが行く。よいしょ、オクラさん。はい、そらめちゃん、かわいい。ちょっとこちら向いて向いて、こっち向いて、こっちで向きたくないの。あ、向いた。あ、向いた、いいね、かわいいね。これは前回の何歳。まだ0歳です。オス猫、メス猫ですか。猫じゃないです。あ、猫じゃないですよ。おすい、おすい。女の子です。あの、今日出るって聞いて。猫じゃないですね、確かに。はい、おめかししてます。ごめんなさい、猫って言ってごめんね。ごめんね、猫って言ってワンちゃんなのに。ごめん。許して。ごめんね、クリクリ。かわいいですね。ありがとうございました。ちなみにどうですか、はい、あの、ハツは、動物とかは。ありがとうございます。大好きです。飼ってるんでしたっけ。はい、飼ってます。ミニチュアシュナウザーを。見たい見たい、ちょっと後で寄ってきたら出して、途中でもいいから。いきますよ、はい、続いていきますよ、いいですか。質問その2、はい、はい、かわいいと思う愛用品は。これも実物みたいですね。はい、せーの、まずフリップ、はい、オープン、どうぞ。キュアコーラルのリップなんかさっぱりわかんないですけど、プリキュアですか。そうね、なんです、あの今やってるトロピカルージュプリキュアのキュアコーラルちゃんのリップです。はいはい、うん、あ、もう似合うね、のんちゃんのその髪型とね、そのエレガントな表情と、はい、ぴったりじゃないですか。素敵です、はい、なんかまるでのんちゃんがなんか変身してしまいそう、それ持ってると。変身、あの、変身したいですね。変身してどうやって変身するの。はい、変身。いや、もう恥ずかしいです。もうチーク、アイツみたいなやつで恥ずかしいちょっと可愛いね。どうですか、はい、ハッツはあります、そういう持ち物とか。なんかそのリップを出してらっしゃったんで、リップで対抗しようと思って、うん、してしてして持ってきたんですよ。見せて、多いね、これ。何これ。そう、これメンバーからもらったリップなんですけど。メンバーからもらったリップ、でもごついね。穴すいですね。そう、そう、そうなんです。でもちょっと空、もうちょっと空になってきて。リップってどうやってリップするの、これ。どうやってリップするの。うん、リップだ、塗り方がわかんない。どっちがわかんない。普通に、こあ、こうです。外してね。あ、いいね、はい、いいね、こういう、かわいい、かわいい、これ、かわいいかなと思ってね、持ってきました。それどこのやつなんだろうな、気になるけどね。話す、はい、わかりました。じゃあ、続いていきましょう。続いて、いいですか、質問その3、かわいいと思う女の子の、女の子の仕草は。いきますよ、仕草、もう2人ともかわいいからね、そんなしなくたって。じゃあ、仕草いいですか、はい、せーの、フリップ、はい、オープン。はい、私を見た瞬間、パッと笑顔になって駆け寄ってくる仕草。見た瞬間にパッと笑顔になって駆け寄ってくるアイドルの仕草ってことですね。はい、そうですね。どんな感じの仕草か。なんかメンバーの、うん、あの南ララちゃんっていう最年少15歳ね、はい、もう15歳でもう成長しましたよ。16歳、17歳です。あ、17歳になったのもう結構、はい、結構なんかね、2、3年経ちますからね、お会いして。はい、そう、その子が私に会った時にパッて目を輝かせて、ノンさんって言って駆け寄ってくるのがめっちゃ可愛い。駆け寄ってきてどうすんの。駆け寄ってきて近くに、
まあ、一緒に歩いてったりとか、ララちゃんみたいな。かわいいね、ちょっとね。はい、です。はい。ね、じゃあちょっとどう駆け寄ってきて、どんな感じか、ちょっとね、なんかこういう、これラストですよね、もう質問。もう一個あります。あ、もう、あ、もう一個、ちょあります、駆け寄ってくるっていうのは、あの、初は。特になくてもいいよ、別に。初、ほら、初、男前だからいい意味でね。美人は男前ですから。そうですね。あ、でも、後輩とかじゃなくて、ちょっと先輩で、私その村山由里さんと岡田奈々さんが好きなんですけど、ちょっと好きなフィルターがかかってるのかもしれないんですけど、こう会った時に結構久しぶりに会うことが多いんですけど、なんか会った時にすごい目が気づいてくれた時にすごい笑顔で挨拶してくれるんですよ。いいね。その時はもう胸がキュンってなります。マジでちょっとね、もう抱きついちゃったらいいんじゃないですか、はい、そうね、女子同士だ。そうですね、うん、もう行っちゃったら思い切ってもうそっちからも、はい、あーみたいな、まあ、ね、もう足、あの足の足のつま先上げちゃったらいいんじゃないですか、床から抱きついて。はい、わかりました。はい、わかりました。続いていきますよ。はい、質問その4、ラストです。じゃん。可愛いと思う女の子のセリフは、いきますよ。はい、せーの、フリップ、アペン。はい、おねだりをする時のダメってやつ。ダメ、どんな感じの、ダメダメ、あの終わりの人になっちゃうね。ダメ違います。どんな感じ、ちょっと説明して。じゃあそれ、例えばなんですけど、じゃあいいよ、セリフは後で言うからね、ちゃんとあの良いアクションカットやるから。とりあえずどんな感じ、なるほど、シチュエーションだけ。でもおねだりです、これしてほしいんだけどダメとか。おお、いいね。はい、じゃあちょっとカメラに寄ってもらって覗き込むような感じでいきますからね。いいですか。あ、もうちょっとやってもらって、はい、かわいいから耐えれる耐える、全然もっとやって、もっとやっていきます。はい、よーい、アクション。私、デザートよりも高級なお肉が食べたいんだけどダメ。ガッ、ご馳走する、最上級。はい、かわいいね、最高ですね。ちょっとね、こんな文句らしいですよね、初ね。これは来ちゃったらもう、初だったらまあご馳走しちゃうよね、これね。うん、しますね、断れないどんどん。最高だね、簡単に言われたらね。はい、じゃあちょっと初もお願いしたいんですよ、そういうちょっと萌えっぽい感じで。あの、ほら、昨日ショーの個人配信行った時嫌だって言ってましたけど、ファンの人からはまあ需要があったみたいなんで、ちょっとこのダメバージョンでもいいし、そうじゃないバージョンでもいいから、ちょっと良いアクションやるからいい、ちょっとお願いしちゃって、エコー入れるんで。はい、じゃあ頼むよ、ちょっとそこはちょっとね、番組成立させるためにもね、もう初に本当に悪いなって思ってはいるんだけどね。まあこれっぽちも思ってないけど、そうですね、やっぱり、まあ、そうですね、これっぽちも思ってないけど。じゃあいきますよ、はい、悪いとはね。はい、よーい、アクション。ちょっと寄っていただいて、カメラに。まあ、私のことをずっと好きでいてほしいんだけどダメ。ガチ、いいじゃないこれ、ちょっとドラえもん、いいですよね。いいね、いいね、初らしいっすよ、ちょっと。はい、どうもありがとうございます。よかったよかった、これもうよかったし、の7の連打でも8の連打もしといて、わらで来てますよ。はい、そういうことで以上になりますかね。はい、以上。はいはい、終了です。さあ、ここまでね、のんたんの、思う可愛いを知ることができて超面白かったよ。可愛かったです。可愛かったね、のんたん。のんたん、そしてハッツも超可愛かった、一番可愛いよっていう方は、うショールーム、ツイッターで言えば数字8の連打、会場拍手お願いします。拍手88 8の連打はショールーム、ツイッターで言えば、そして YouTube スーパーチャットもやってるよ。はい、以上、ゲスト企画、夏希のんの可愛いとこもっとあげるでした。はい、続いてはね、お待たせしました、生電話コーナーです。イエーイ、おー、じゃあかけちゃうよ、ちょっとのんちゃんファンにたっぷりと記録残して、もう羨ましいな、ちょっとそうやってのんちゃんと話すなんて、もうこうやってなんか1対1で奥に入れないからね。じゃあ今電話するから、いいよ、1人ずつね、はい、1人目じゃん。はい、2人目ちょっと引いとけよ、多めにも時間ないから。3、はい、3人目もう4人目、5人目に引いとこう。いや、今日そんなに、はい、そんなにいらっしゃるんですか。とりあえず行こう、すごい、はい、とりあえずね、電話してるから、その間メール紹介するね、ハッツもね、参加してよ。これゲストに来てるね、はい、のんちゃんに、土の子パンダさん、大倉さん、宇多田さん、そしてね、のんたん、お久しぶりの下北沢ソロ出演おめでとうございます。あ、つながっちゃうかな。のんたんの、あ、もしもし、下北フェブです。あの、ご覧になってました。あ、どうも、はい、見てた、見てますね。あ、はい、ラジオネームで結構です。何県からご覧になってますか。あ、ヒロです。どちらで。あ、YouTube。 何県で。
あ、千葉ですね。あ、千葉。ちょっと離れてくれる、パソコンから離れてぐるぐる回っちゃってんでね、オクラ目が回りそうなの、これぐる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 ってやろう。あ、はい、はい、あ、はい、パソコン離れて喋っていきますよ。よーい、スタート。ハウリング起こした。こんばんは。あ、こんばんは。あ、ありがとうございます。どうしよう、はい、質問、好きな食べ物は？お肉ですね。お肉ですか。ノンタンとお肉どっちが好きですか？あ、まあ、ノンタンで、はい。あ、白い。どんだけ照れてるの。もう確かにもうノンタンに決まってるじゃん、そんなのでしょ、本当にもう。よう言うわ。じゃあ次書きますよ、短くてすいません、はい。そうそう、さっきの方ね、ちのこパンダさん、ノンタといえば、今年12月にプロデュースライブ、あ、今月12日ですね、プロデュースライブ控えてますけど、ステージのコンセプトや見どころなど聞かせてください。大倉さんもぜひ現地へ。見どころありますか？見どころはですね、まあ、内緒のことも多いんですけど、やっぱりなんだろう、普通にオフィシャルでやるライブではやれないような、なんかやらないような曲とか入れたいなと思って、うん、あ、おいいね。ちょっと今電話出ない方いらっしゃいますよ、はい、これなんかね、チケット購入して、で、あなたかかってますよ。あ、つながった。あ、もしもし、もしもし、あ、もしもし、下北 FM です。ご覧になってました？はい、もしもし、あ、ラジオの下北 FM ですけど、もしもし、はい、見てました？はい、見てた。はい、見ました。あ、わかりました。じゃあ15秒、何県からお名前と。神奈川県、ダン。わかりました、話しちゃってどうぞ。はい、当選おめでとう。やっぱり来たね。来たね。日本人っぽくちょっと一言喋ってみてください。いや、それはさすがに急でも無理よ。無理。でも、じゃあ英語で私への愛を一言。ん？英語で私への愛を一言。はい、終了です。時間ないです。ごめんなさい。次から行けないで。ごめんなさい。もう、ちょっと、いきなりびっくりしちゃいますね。かかってきてね。はい、じゃあ、ペンネーム、桜トトロさんいただきました。ご出演おめでとうございます。あ、12日、来ても、夏木のんちゃんプロデュース公演あります。お互いがプロデューサーになったら、夏木さんは、宇多田さんの歌を、宇多田さんは夏木さんの歌を、どうしますか？プロデューサーになったら。お互い、何の曲歌ってほしいですか？もう、私は先ほどね、お伝えした涙の表面張力を、はい、歌っていただきたい。何？イケメンの曲。めっちゃ可愛いんで、なんかキャンディーっていう曲があるんですけど、衣装も曲もめちゃめちゃ似合いそうだなと思うので、ぜひ。もしもし、もしもし、下北 FM ご覧になってました？あ、今見てました。お名前と何県からご覧になってますか？はい、お名前とラジオネームで結構です。あ、東京都の春日と言います。わかりました、話しちゃってください、どうぞ。春日さん、ありがとうございます。あ、こんばんは、びっくりしました。こんばんは。じゃあ、ミッキーとノンのなんかやってほしいシチュエーション教えてください。やってほしいシチュエーションですか？はい、もうなんかとにかく2人でなんか歩いてデートして楽しそうな写真がインスタとかで見れたらもう幸せです。じゃあデートします、ミッキーと。はい、終了です。はい、お願いします。行きましょう。すいません、ミッキー。次、もう一回、アキさん、ラジオネーム、アシさんと MC、宇多田さん、そしてゲストの夏木さん、こんばんは。本日のゲスト、はい、のんちゃん、カメラが趣味で、さまざまな撮影の現場にも個人でカメラを持って撮影しているそうですが、最近何か撮りましたかと、さっき言いましたもんね、いろいろ撮ってね、私はね。それかね、春日さんもいただいた、のんちゃん、はい、PV の撮影の、撮影と、あ、つながった、もしもし、下北 FM です、ご覧になってました？おかけ直しください。おかけ直しください、すいませんね。間違い電話ではないと思いますけどね。うん、あ、横浜系、横浜家系のラーメンを今まで食べたことがなくて、ラーメン好きだもんね。好きです。この間初めて食べたというのは本当ですか？もう10食くらいは召し上がっているものと勝手に思っております。いや、家系初めてだったんですよ、本当に。この間いけるのすごいね、こんな痩せてんのにね。いやいや、だから月に1回以上は食べないって決めてます。あ、すごいな。ちょっと家系多くがちょっとヘルシー系だから。もしもし、下北、あ、待って、ここつながって。すぐ出てね、今かかってますよ。時差がありますからね。もう電話だったらすぐ出てください。パソコンから離れて。あと1回でもう無理ですね。あ、つながったかな。もしもし。電話に出ることができません。
という発想は一言じゃ言ってきて、下北イブご覧になってました、モンタンです、一言言ってください、留守に入れます、どなたでしょう、どうぞ、はい、どうぞ留守に、どなたですか、お名前は、とりあえずメッセージ、はい、下北 FM ご覧いただいてありがとうございます、お話できなかったけど無限大のパワーあげます、いつもありがとう、のんちゃんです、お名前、のんです、なつきのんでした、ありました、しるです、ありました、しるです、キビホテトチームエイトチーム保険人のハチコと田中が東京下北沢駅西口カフェエクスプレッサーさんより観客無観無観客配信生配信でお届けしています、キャンキャン見れば、キャンキャン企画、はい、よろしくお願いします、でーん、そこでまだ、そうですね、これは遅れも一番欲しいな、どうしてですか、はい、私たちチームメイトはですね、毎日アイドルとして毎日活動をしてて、うん、結構なんだろうな、いろんな都道府県に行くことが多いんですけど、はいはい、やっぱりレッスンとかでも結構以前は愛知から東京にレッスンの旅に行ったりとかしてて、うん、結構移動時間が長かったりするので、もう結構メンバーの中でも、いやどこでもドアあったらいいのになっていう話をよく聞くので、どこでもドアにしました、なるほど。ちなみに海外、うん、海の向こうだと、向こうだとどこ行きたいですか？私はイギリスですかね。イギリス、いや、それどうして？あ、イギリスはなんかタイタニックが好きなんですけど、うん、タイタニックのどこだったかな、イギリスだったかな、なんか博物館みたいなのがあるってどっかで聞いた気がしたんですけど、で北アイルランドとかなんとかどこだった2回行きました、になるらしいです、仕事で2回行ったこと、僕は放送が好きなんで、BBC の、うん、BBC っていう、うん、ブリティッシュプロテクトインコーポレーションスタジオツアーに、いいスタジオがな、ソニーのカメラがいっぱいありましたから、はい、そうそうそう、もうそこ絶対2回とも行きます、あ、止まっちゃった、ハッツ大丈夫、はい、放送大丈夫です、私はちょっと、じゃあ続いていきましょう、続いて第2位です、せーの、フリップオープン、グルメテーブルかけこれはこれはあれですね、食べたいご飯がボンボン出てくるっていう超最強の道具でございます、おーおーおー、何がじゃあ叶えたくて一番かな、最初に頼みたい、注文したいのなんですか、オーダー出したい、でも今の気分はスイカですかね、ああどこですか、でも東京食べれるもんだったらあれでしょ、なかなか気軽に行けない地方のやつとか、ほら、エイトでいろいろ回ったとか、あ、確かに確かに、あるこれ食べたいなって思い出とか、今まで、うん、急にリハで良かったのに、急にフリーズしだしたりとかね、この回線が急に細くなりました、ね、まあ、まあ大丈夫です、大型終わりです、はい、チームエイトで今まで地方に行って美味しかったなと思うのは、あの岩手県の盛岡冷麺、盛岡冷麺、そう、いいね、ちょっと食べたいですね、冷麺行っちゃった、俺わんこそば行ったことあるけどね、なんか木札もらったけど、あー、ないですね、あー、冷麺美味しいよね、赤ちゃん、あの、噛み切れない感じがいいよね、ちょっとね、そうそう、なんかあれがまたね、いいんだよ、なかなか噛み切れないな、みたいな、ねえ、はい、わかりました、じゃあ、ついてきますよ、次2位ですね、あ、1位か、ハイアル、そして第1位は、はい、待ってよ、まだドラムロールなってるからね、これ終わってからです、はい、あの、フライングしないように、せーの、はい、どうぞ、はい、カムカムカット、え、何ですか、カムキャム、かわいいじゃないですか、カム、何でしたっけ、これ、これはですね、この猫ちゃんを置いたら人を呼べるみたいな道具なんですけど、人、猫、招き猫みたいな感じなの、そうですね、はい、あの、私たちは今はお話し会とかになってるんですけど、握手会があって、うん、結構私やっぱり人がいない時とかあるんですよ、あー、なるほどね、そうで、周りにこう並んでる人見ながら自分の空いた例を見て、うん、いや、これがあったらもう大行列なのにと思ってそれが1位、8位です、それでもね、列できなくてもね、やっぱり隣の人がね、応援してるみたいな、拍手してるみたいな感じで発出があると、うん、さらにハッチのファンが増えるかもしれない、そう、うん、欲しいです、お、あれですよ、僕らはあれだから人生やり直しみたいなのがあったのか、あー、ありますね、あれもやり直したいとは思わないけど、まあでもちょこっと思うぐらいかな、あのほら、タケコプターとかってもう、うん、今言えばやもう、あの、なんですけど、ドローンもあるしね、なんか、うん、なんとかスーツとか飛べるじゃないですか、もうできちゃうから、そうですね、タケコプター、まあ、どこで、まあ、タイムマシーンはちょっとあんまり、ね、まあ、未来は楽しみの方がいいかな、過去も別に行きたいと思うな、
っぱどこでもだからね、やっぱね。そうですね。はい、まあそんなところで、ね、お後もよろしいようでございまして、終了でございます。はい。さあ、ですよ。もしもし。そう、ましろちゃんとかもしてて。ましろちゃんも佐藤あかりちゃんに始まりね、ずっとね。そう。あ、つながった。そうなんですよ。あ、もしもし。もしもし。下北 FM です。あの、ご覧になってました番組。もしもし。見てました。見てました。あの、はい、何県からラジオネームで結構です。神奈川の竹です。竹さん、ありがとうございます。じゃあ話しちゃってください。どうぞ。やっほー。元気。元気ですよ。なんかどうしようかな。なんかリクエストありますか。うん？リクエスト。リクエストありますか。ないですか。え？これからも宇多田ハツコのこと好きでいてくれるかな。いいと思う。いいとも。いいとも。あ、いいとも。元気ない。終了で。なんか、一人芝居になっちゃったじゃないですか、独断で。元気って聞いてきてくれてるけどさ、なんかすごい、なんか元どうです、私の方が元気でしたよ。ねえ、そうね。はい、終了です。はい、次行きます。ありがとう。いいの、この後見てね。ありがとう。さあ、面白い、あ、周りからどういうキャラクターだと見られていますか。宇宙人のようなキャラクター。宇宙人ですか。そうですね、宇宙人。よく宇宙人って言われます。ああ、なるほど。はい。仕事やプライベートでやっちまったこと、スタッフさんに、はい、入って、入って送るつもりが、はーいって送ってしまいました、伸ばして。そうなんですよ。いいじゃん、はい、いいじゃん。ほんと、加入当時に、元気はいい子だな。入って、元気はいい、数ヶ月で。元気はいい初だな、この初って。元気はいい子だなって思ってます。これ、随分な。いやいや、送っちゃって怒られましたね。テンション高いね、テンション高いな、つって。あとはメンバー、将来の目標夢、最後に幸せに死ぬこと。はい、です早いだろまだ分かんないけどそれね何を切り替える最後に幸せ何がやったら幸せですか最後幸せは何が幸せか私にはまだ分からないんですけど、ね、死んだ時に、うん、まあ生きててよかった楽しかったと思って死ぬのが目標ですじゃあ今はちょっと曲僕死んじゃったらあのもう幸せの思います思えないでしょまだうーんでもなんかそれも運命だなと思って受け入れる気もしますけど、ね、あそうなんだいいなこんな可愛い、はい、綺麗な幽霊が出てきたらちょっとね幽霊握手会に参加したいけどぜひもう本当わけわかんないですけど初空いてるあ愛します愛しますありがとうございます愛しますっ初ってやっぱりジョーダンさん本田さん初コールすごいですねおーい、うん、すごい大川さんって来てつながったらちょっとスタッフがちゃんと仕事してるよあの今電話してるんだけどなかなか繋がらないって非通知解除してよちゃんと俺かかってこないとかなしだからね非通知してるなほぼしてんだからねそんな生電話あの抽選って言ってもそんなにかかんないことないですよあのかかっててかかってこないでしょ大体非通知絶対弾かれてもしもしうーん何回かかってますかもしもしあ下北 FM ですご覧になってましたはい見てました見てましたお名前と何県からラジオネームで結構です島根県です。ワクです。あ、初。ありがとう。島根県から。島根から見ていかがでした今日企画とかご覧になってて。いや、もう可愛い初が見れて、すごい楽しかったです。楽しかった。ねえ。はい。じゃあ、思う存分サービスしとくから話しちゃって。どうぞ。あ、初、じゃあ元気。やっほー、元気だよ。なんかリクエストありますかえせっかくなんでなんかリクエストありますか曲えあなんかハツカにしてほしいことありますかなんか変顔変顔はいということでこれからも好きでいてくださいはいまたねこれファンの人がやるんですねオクラが言ってもやってくれないのでねやっぱさすがですねファンファーストですよねやっぱハツはねファンファーストそうですよ、ね、なんかリクエストあったらした方がいいですよだったら次かけてますからね可愛いなぁ来てます可愛い達郎さん可愛いなぁ初なぁ大ちゃんさん変顔来てますよいいねとかってね、うん、おとなしい感じですね今ショールームとかツイッターも、うん、あの絶対ライブは見れないですけどあの YouTube ライブとかね変顔もいいねジョニーさん来てますいいね初ね初愛してるの愛してるの初って来てますあもし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 下北 FM ご覧になってましたあ見れました何県でお名前とラジオネームで結構です東京都の純也です純也さんありがとうございますじゃあ話しちゃいますかねどうぞ私よりもねはいやっほーどうもやっほー久しぶりですやっほー久しぶりです元気ですかいやめちゃめちゃ元気ですよいつも配信とかで元気もらってるんでありがとうございますいつもコメントもありがとうございますなんかリクエストありますか私にじゃあモノマネしてくださいなんかのじゃあハム太郎いきますごめんなのだ
イエイ。はい、終了です。ありがとうございました。すごいね、なんかのモノマネしてくれてすごいですよ、なんかのってありがとめちゃめちゃ無茶ぶりです。はい、そういうことでございましてね、じゃあ次、あ、もう一人、じゃあ今かけてるからね、アンケートもじゃあその辺いきますか。アンケート、あ、下北タイムに出演するにあたって、あの、希望することがあれば記入してください。未熟者ですが精一杯頑張るのでよろしく。未熟ですか？未熟じゃないじゃないですか、全然。え、達者ですよ、初は。え、ありがとうございます。達者はもう初、初はもう 初はすごかったですよ、今日。今日もう思う存分できたんじゃないですか、でも今日。え、でもやっぱり緊張してて、すごい最初は。もしもし、繋がりました。あ、下北 FM です。ご覧になってました今、番組。見てました。結構視聴率高いですね。あの、何県から、お名前とラジオネーム結構です。神奈川の竹です。竹さん、あ、じゃあ、つながっちゃいましたね。今日抽選ですからね。はい。それからラストの方ということでございまして、じゃあ。2回目いっちゃいますかね。じゃあ竹さん、思いっきりじゃあさっきのね、あのことを、教訓を生かして話しちゃってください、どうぞ。はい、もしもし、うん、元気ですよね。元気ですか？元気だよ。ありがとう。なんかちょっとないんですか、私に言いたいこと、リクエスト。え、私にリクエストありますか？いや、ウィンクして。あ、イエーイ。これからもありがとう。見たちゃんと。イエーイ。終了です。ありがとうございました。ちょっとサービスしましたよね。This is a street radio station. 88.8. Shinobu FM.